いただきまーす。これシーザーサラダとあとサンドイッチ2個。これ朝ごはん、昼ごはんです。チョコの話もだから最初にしたじゃん、買いに行く前に。全部は食べれないかなって。捨てはしないけど、そのまんま保存でね、全部食べれない病気になっちゃうよ。びっくりマンってそういうもんだからさ。ねえ。びっくりマン買う人なんてあのチョコなんて食べないよ、普通に。ねえ。なら買うねって、それもう何年前の論議よ。ビックリマン発売されて何年経って、その当時も言われてた、捨てんなってね。そういう風に言う人がいるから社会現象になったんでしょ。ああ。だから捨てるなんて一言も私言ってないよね。だから保存しとくってずっと言ってんだけど。捨てるなんて一言も言ってなくない？袋に取っとくよっつって、捨ててもないんだけど。なんでそういう捨てる設定になってんの？今日一個も食べてるんだから、今朝ごはん食べるのにお菓子は食べれないでしょ？朝ごはん食べる前にお菓子なんて食べちゃダメでしょ？それもお母さんに教わんなかった？ご飯の前はお菓子食べちゃダメよって言われなかった？うちは言われたけどね。食べてからお菓子食べなさいって言われたけどね。ご飯の前はお菓子禁止だったよ、うちも。あくまん。だから捨てるなんて一言も言ってないじゃん。うるさいね。捨てるなんて言ってないでしょ、今日は。捨てるときは捨てますよって言うじゃん、私。いつも料理配信のときは捨てるって言うじゃん。余ったもんは捨てますよってはっきり言うでしょ。今日は言ってないじゃん、捨てるなんて一言も。ほんとすごいよね。だってさ、最近よくピキルってさ、言ってもないことをぐじ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 さ、ずーっと同じこと何時間言ってんのよって話。誰だってピキルよ。じゃあ捨ててほしいのって感じだよね、逆にね。捨てないねって言ってる人は捨ててほしいのかしらと思うよね。だからなんでさ、余ったもん闇にあげるとかさ、あの人は美味しいもん食ってんに決まってんだろう。稼いでんだから。ね？阪神街で焼肉とか食ってるよ。パチンコも行ってるし。やめた。だから誰にもあげんつうの。あんた今もおばさんにあげんの。病気になったやん、ほん。だからジップロックで保存できないだろ、あの数。ねえ。あんないっぱいのチョコをね、ジップロックで保存できないよ。ジップロの中に4枚しか入んないんだよ。だってチョコがメインじゃないからね、ビックリマンってみんななんか勘違いしてるけど、お菓子付きのシールを売ってるんだからね、ビックリマンっていうのはね。そこを勘違いしてもらっちゃう。あれはおまけなの。あのチョコの部分はおまけの、シールがメインなのからね、ビックリマンっていうのは。
みんなチョコが食べたいがために買うわけじゃないの。シールが欲しいからチョコを買うねん。ほんと。それはもう30年ぐらい論争が起きてるんだよ、びっくりマンテナ。未だに論争になってんだけど。もう30年前にそれは問題になって大騒ぎになってるんだよ。あまりにもビックリマンのチョコがね、みんな食べないんです。捨てられて、社会問題になったら、捨てられなく。なんかあれだね、いっぱい入ってるね。トマトとか。トマト、卵。あの、藤見ちゃんもやってたけどさ、藤見ちゃんは完食できたのかな？藤見ちゃんは、ね、全部、保存してたん？アレンジしてた？それで、ね、食べたの全部？すごくない？アレンジ？シャラジーか、今マイクが近いかね。はぁ、いつ解除されんのかな、ほんとに。一日だったらあれかな、9時頃かな。半日だったらもう解除されてもいいもんね。A 版の可能性もあるわな、まあな。一ヶ月の次だもんね。A 版の可能性あるね。全部没収で A 版だったね、お金。全部没収。先月の200万と、今月のね、160万、まあ、360万ぐらいのお金が没収で。あ、違うよ。今月も200万ぐらいだから、200万で400万だよ。400万ぐらい没収とった。先月の申請したんだけど、まだ振り込まれてない。A 版って確か没収だよね。そう、お金も没収だよね。確かね。ツイキャスとかもそうだけど、A 版になっちゃったらもう、ヒデマンマとかも言ってたけどさ、お金系はもう、下ろせなくなっちゃうんだよね。あってもね。すべてアウトになるもんな。そのお金はだからもう、元からないみたいな感じでね。元からないっていうか、他の人を繰り上げるよ。ナーボーが1位なんで、今月ね。ナーボーが。ナーボーが2位だけど、今。私は1位いなくなったら、ナーボーが1位になって、桜井誠さんが2位で、次誰だっけな、金梅さんかな、金梅さんが3位になるのかな。いやー、でも、A 版になったらもうしょうがないよね。解除もされないだろうし、多分。スナーさんはあっても解除する。でもそれはもうしょうがない。それはもう言ってもしょうがない。そういうなんか規約だからさ。もともとね、規約に書いたから、ツイキャスもそうなんだよ。ツイキャスも、そういう時はもう、凍結しますよってこと書いてあるの、ちゃんと。配信する方も、それをね、同意して、配信してるわけやね。よく、そうやって A 版になった人のリスナーさんが文句を言うけど、結局帰ってこないよね。
だってマティアス君はバーンになったことないでしょ。マティアス君とか。あ、昔あったけどポイントは振り込まれた。でもその振り込みのところのページが入れなくなるからね。今はそうだよ。うん。ログインできないんだからバーンってことはね。多分バンが開けてからそれは申請したんじゃないの。まあカラオケ配信がダメだったらまあそうだよね、そういう話になるけど、まあしょうがないよね、人が多いとこは通報数も多いだろうしね。だったら配信すんなよって言われちゃうかもね。こちらは使わせてるんですよね。最初会社の中さ、場所だよ。もうやけ食いだよ、やけ食い。やけ食い。だって、予定も全部来るしさ、1ヶ月もね。ね、マジでパソコン買わなくてよかった。昨日本当に買おうかなと思ってたんだよ。真面目に。それでさ、買っといてね。ね、それを前もって先読みして買おうかなと思ってたからね。何事もなくね。うん、買ってたらもう大変だったよ、本当にもう。お問い合わせしたけど何もまだ返事来てない。多分あれじゃない、おしもう。でも多分出社はしてると思うよね。まだ確認作業してないんじゃないかな。いや、そうさ、講義のお問い合わせとかすると返事が遅くなったりとかするんで、だからあんまりよろしくないんだよね。リスナーさんがこうで、例えば奈々ちゃんがなんたらかんたらとか送ると確認作業遅くなんだよ、あの対応がさ。ね、すごい迷惑になる、なるわけよ、業務のね。で、昨日もさ、DM とか LINE で、奈々ちゃんのためにクレーム入れました、キラリンみたいなさ、DM とか来たんだけどね、一応ありがとうございますとは送ったけどね、なんでそんなことすんだとは言わなかったけど、ありがとうとは言ったけどね。あの、スクショ付きでね、藤沢奈々さんは、御社に対して、とても貢献しておりますとね、アイテムの課金などナイスで、人も大勢、呼んでいる方なので、カラオケ配信は他の配信者もやっていますので、なぜバンになるんでしょうか、そみたいな感じ。なんだっけな、一応ありがとうってね。まあ私の気持ちをね、代弁して言ってくれたと思うんだけど。でもこの人は、奈々ちゃん頑張ってねってね。私も力になるからっていう感じでね、送ったんだけど。でもやめろとも言い、いや、ね、言い方の問題だよね。もう行為でやってもらってる感じだからな、明らかにさ。なんかもうやめなさいとも言えないし、ありがとうしか言えないよね。だみんなも私なんかあった時はもうスルーしといたよ。え？抑えきれない気持ちもあると思うけど、それをもう胸にしまってね。うん。そう。
まあ、そういうね、課金してくれたリスナーさんには申し訳ないですけどね、私の軽率な行動でね、このような事態を招いたことに対しては、まあ、謝りますね。とりあえず気をつけるということで、今後ね、もう何度目の、謝りかわかりませんけど、ああ、すっきり。昨日歌えなかった曲歌えてすっきりだ。ふわっち解除？このタイミング鳥肌立った。このタイミング、ありがとうございます。もうどっちの運営さんもね、いつもお世話になっております。ツイキャスも、ね、外部サイトの運営さんも見てくれてる、ありがとうございます。本当にいつもお世話になってます。いつもおまんま食わせてもらえてもね、いなくなっちゃったら嫌だ。おまんま食えない。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。本当にありがとう。みんなもありがとう。みんなもありがとう。みんなの力もあるよ。送ってくれたみんなも多分力になってくれたんだと思う。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。本当にありがとうございます。本当に本当に。ああ、よかった。よかった。やっぱねー。やっぱいいよね、配信ってね。だから私の昨日のテロップ通りでしょ？みんなに伝えたい歌がある。まさに今歌で解除されました、私の声でね。ね？昨日のテロップがそうでした。それでバンになったけど、結局私の歌でまた取り戻した。ね？みんなが一団となって、私の歌で。ありがとうございます。また夜に会いましょう。おつり。